待てば歌劇の塚日和、イエーイありがとうございます。もう贅沢にいろんなお願いをしてしまっております、ごめんなさい。よかったですか今の、大丈夫です、完璧です。ということで2本目今回は、はい、オープニングコールをね、立っての願いでちょっとお願いさせていただきました、ありがとうございます。もう塚日和にしてよかった、本当にありがとうございますということで、1本目は財団中についてちょっとお伺いしましたけれども、はい、どうでしたか、ちょっと振り返って。そうですね、なんかやっぱり辞めてから、まあ、今までの期間まだ4ヶ月くらいなので、まあ、取材などでね、いろいろ振り返ったりとかもさせていただいてたんですけど、こういうこうお話形式で、はい、しかも映像を撮られながらっていうのはちょっと初めてだったので嬉しい、はい、なので新鮮でした。ありがとうございます、はい、緊張されないとおっしゃってましたが、もう本当その通りありのままの天原さんを少しそうですね、お届けできたかなと思っております、はい、まんまです2本目も引き続きよろしくお願いします、はい、ます2本目はちょっと、うんうん、天原さんの、まあ、プライベートな部分をね、垣間見られるかなと思います、はい、テーマこちらでございます。推しの推しについて知りたいということで、まあ、推しの推しは神ということですね推しも神は推しも神ですけど、推しの推しも神ということで、いろいろとお伺いしたいなと思います、はい、インスタにもね、いろいろ上げていらっしゃると思いますが、はい、今の天原さんの推しは誰ですか。もうなんか推しって言わせていただくのは本当おこがましいので、もう本当大尊敬させていただいている、はい、私の舞台人の大先輩っていう感じなんですけれども、はい、歌舞伎俳優の15代目片岡仁左衛門さんのことが大好きでございます。はい、もうね、インスタにもたびたび感激の、そうですね、はい、お写真実はいただいておりまして、これは対談後です。対談後ですね、はい、結構見に行かれるんですか。仁左衛門さんが出てらっしゃる舞台は、うん、結構見てます。それは財団中から。財団中からですね、時間を作って、はい、休演日とかに行ってますその片岡仁左衛門様との出会いって何だったんですか。私その歌舞伎自体はワンピース歌舞伎を拝見させていただいてたの、9年ぐらい前からです。御園座でもやってました、私も見ました。そうですよね、はい、でなんかもう本当にすごくて、うん、もうショーアップもされてて素晴らしかったんですけど、古典を見ることがなかなかなかったんですけど、バサラの夜叉語という作品に出演させていただいた時に神田祭りをさせていただいて、はい、でそのトビのお役っていうのをやっぱ本物を見た方がいいっていうことを、名取玲さんから言っていただいたので、ちょうどその時に松竹座で片岡仁左衛門様の、はい、神田祭りをちょうどたまたまされてたんです。たまたま神田祭りをその演目でされてて、すごい運命ですね。そうなんです、でこれは見に行かなければと思って見たら、もうあまりにも美しすぎたのと、何でしょう、神田祭りって踊りだけなんですけど、そこからもう全部ストーリー性が伝わってくるっていう、その舞台姿に、うん、もう本当に本当に素晴らしすぎると思って、でそこからそのお芝居をされてるお姿も見たいなと思って見させていただいてから、もうずっと行ってますね。歌舞伎も宝塚も性別を超えるじゃないですか。そうですね、やっぱ通ずるものってありますか。いや、 あるんですかね、どうなんだろう、やってる自分自身たちはちょっとよくわからないんですけど、やっぱりもう宝塚よりもはるか昔にできた伝統芸能なので、はい、こう日本人が誇るもう芸の一つだと思いますし、なんかもう宝塚ももちろんやっぱ110年続いているので相当長い歴史なんですけど、もっともっと遡るじゃないですか。で その長い歴史がここまでずっと継承されているっていうところの
歴史の背景もそうですし、その舞台に対してやっぱ宝塚っていうのは現代劇なんですけど、やっぱりその歌舞伎っていうのは古典劇なので、その今の時代にないもの、今の時代ではこう通信だったりだとか、なんかこう自分の気持ちをすぐ伝えられたりとかするじゃないですか、はい、それがない時代のその言葉で伝える尊さだったりだとか、その所作一つで伝えていくものだったりだとかっていう、なんか大事な重きが、感情の重きが、なんかベクトルがもっと重い感じがして、うん、なんかそこがすごく好きなので、なんかそうですね、性別を超えてっていうところでは一緒なんですけれども、こうフィールドが全然違うので、うん、こういろんなものを吸収させていただいてるって感じでしたね。推しの推しから供給されたものをエネルギーにして天原さんの推したち、女たちにもしてくださってたってこと。いやいや、でもあの本当にあの本当におこがましいんですけど、はい、その SNS とか今はもうできるようになったので、はい、そういうものを駆使してこう歌舞伎の良さが少しでも伝わればいいなと思って、うん、すごい今配信っていうか、はい、発信するようにしてるんですけれども、うん、やっぱり日本にはこういう素晴らしい文化があるっていうことだったり、なんかもっともっと本当はお能だったりだとか、うん、いろんなものにも私も触れていきたいなって思ってるので、こう日本の文化がどれだけ素晴らしいかっていうのは広めていきたいですね、うん、はい、素晴らしい。だって天原さんの日本物の時の所作ものすごい綺麗なんですよ、ものすごく本当に。でもなんか本物ずっと見てるんで、なんかもうあのビデオとか見返した時に、ってなってました、なってました、なってました。いやもう指先もすごく綺麗ですし、タマトとか綺麗ですし、タスキがけもシュシュシュあれはすごい先生に教えてもらって頑張ったんですけど、はい、あの立ち回りとかもそうですし、うん、あの歌舞伎での立ち回りは結構あの私たちがやる舞台での立ち回りと少し様式が違うので、はい、あのそこはもう立ち回りの先生にみっちり教えていただいてっていう感じなんですけど、うん、やっぱり所作一つ一つっていうのはとても大事だと思うので、うん、あの日本物やる時とかはやっぱりこう日舞の先生とかに、ここってどういう風にしたらいいんですかとか、うん、こう自分の今のこう位の人だとどういうところに手を置くんですかとか、うん、どういう手で待ってるんですかとかっていうのはすごい細かく聞くようにしてたんですけど、でもやっぱりこう見せて、舞台で見せていただいて自分でインプットするっていうのが一番、やっぱあの見よう見まねって言いますけど、やっぱ真似するのが一番上達するのは早いので、その面でもすごく助けていただいてました。本当にもう そうだったんだって今純粋に聞き入ってしまって思いました。いやいや、でも歌舞伎いいですよね。私もワンピース歌舞伎を初めて見て、その後に名古屋城でもあの中村座、中村座ですね、はい、を拝見したんですけど、はい、昔の言葉ですので、うん、すぐにスッと入ってこないんですけど、うん、伝わるんですよね。そうなんです。もうそう、でも二左衛門様の舞台はびっくりするぐらい全部入ってくるんです。見たい。ぜひ見ます。ぜひ見てください。もう言葉が分からなくてもやっぱ通ず、言葉って重要じゃないんだなって思うぐらい、ダイレクトに胸に芝居が来るので、やっぱ舞台人として、表現者として、演者として本当に尊敬してます。とも仕草、目線すごく、天原さんの目線もめっちゃいいんですよ。でも真似してました、二左衛門さんの。そうだったんですね。真似してました。すっごい素敵な目線だなって思うところとかは、すごいそれをちょっと盗ませていただいて、うわ、なんか今いろいろこうつながって方もそうだったんですね、はい、ってなるときっとこれをご覧になってる天原さんのファンの皆さんも二左衛門様に落ちます。絶対、ね、ぜひ見ていただきたいです。人生損するから見てないと。そこまで言い切るということは、いや本当あの
この間私がすごいもう進めるんで下級生とかがすごい見に行ってくれてたんですけど、はい、みんなあれです、見ないと人生損しますねって言ってくれます。チケット取りに行きます、これ終わってから。ちょっとすごいなんかテレビショッピングみたいな言い方しちゃったけどいやでも本当に人生が豊かになる一つの何かになると思うんですよ。ちょっとより豊かにしていくために、はい、はい、ぜひぜひ。歌舞伎ってねちょっとハードル高いかなって思っちゃうんですよね、うん、でも実際見たら意外にそうじゃない。 そうなんです。しかも日本人だからやっぱりなんか分かるんですよね、うん、なのでやっぱ海外のミュージカルとかもすごい素晴らしいですし、すごいんですけど、なんか海外のミュージカル見ると自分にないものを持ってるから憧れるってところありませんか？なんかあんなにこう自由に表現したりだとか道端で歌ったりとか日本人しないじゃないですか。でもアメリカ人って普通にするじゃないですか。私ニューヨークとかに旅行行った時とかもそうだったんですけど、道端でみんな歌ってるし歌い始めたらみんな踊るしみたいなまあ、日本人にはないマインドっていうものに憧れてみたりとかすると思うんですけど、こう日本人のこう美しい形式美だったり、こう人をおもんばかる気遣いだったりだとか、こう一歩下がって見る所作の美しさだったりっていうのがすごいもうそこに全部詰め込まれてるっていうのがあるので、はい、日本人に生まれたならば日本の文化知ろうぜっていうところですね。知りますで、うちに秘める美しさとかありますもんね。ありますよね、本当に。全然そういうタイプじゃないのにだから多分惹かれるんですけどでも日本人なんでね。そうなんです、日本人なんでね、そのマインドは多分、まあ、私には生まれ持ってはないんですけどすごい好きなんです、はい、ぜひ見に行きましょう。皆さんすぐチケット取りましょう。ぜひ、はい、もう一つジブリもお好きと。そうですね、伺っております。はい、はい、ジブリは、まあ、私ジブリの作品自体も大好きですし、プロデューサーの鈴木敏夫さんも大好きなんですけれども、はい、鈴木敏夫さんは人を育てるプロフェッショナルだと思っているので、鈴木敏夫さんの著書をすごくたくさん読ませていただいてから、あ、人とはこういうふうに接した方がいいのかとかいう発見とかもたくさんあったりとかしてっていうところでも尊敬してますし、まあ、ジブリ作品って私大人になってからすごく好きになったんですけど、自分自身でこう湧き起こってこない感情が湧き起こしてくれる作品といいますか、役作りで見ることがとても多かったんですけど、アニメとかってとても役者としては有効だと私は思っていて、まあ、その声優さんがされてる言葉の使い方だったり息遣いとそのアクセントの使い方っていうので、あ、ここで余計をつけたらみんなにこういう風に伝わるんだとかもそうですし、アニメって人では成し得ないことができるじゃないですか。でそういう表現方法をじゃあ人間でするにはどうしたらいいんだろうっていう表なんか想像力をかきたてられたりだとかっていうことで見せていただいてましたね。ちなみにどういう作品を見てどういう役作りに生かしたとかってありますか？もののけ姫を見て詩をやってました。こだま？違うな。あ、違いますね。こだまじゃないな。あれって詩に、うん、ね、詩に行く作品というか、うん、詩にまつわる作品じゃないですか。うん、そうですね。なのでなんか宮崎駿さんが思い描く死っていうものがどういうものなのかっていうことだったりだとか、こう人ならざるものがたくさん出てくるので、はい、動きがどういうふうに見えたら気持ち悪いんだろうとか、一番初めに出たたり神とか のいっぱいこう出てるのとか見て、あ、ここでいっぱいこうやって動かしたら気持ち悪いのかとか思って見てたりだとか、あと獅子神様の歩き方って、はい、温度ないじゃないですか、はい、ああいうのとか見てどういう重心を置いたら獅子神様みたいに歩けるんだろうとか見てました。推しから推しが生まれてるな。そうだったんですね。そうですね、結構アニメ、まあ、ジブリに限らずアニメはとてもヒントをくれるので、
じゃあ、 あの詩始まる前にこうなんかこう指こうやってうごめかせてたじゃないですか。 あれたたり神です。もうつながった。たたり神からインスピレーションもらって、あ、こうやっていっぱいうごめいてると気持ち悪いんだ、ね、あれもなんか、あれ引き込まれましたもん。はっはってなって、あれは宮崎駿さんのパクリですお前じゃん。そうだったんですね。そうですね。ああ、そっか。でまた生き方も著書から学び、はい、下級生への接し方もそこから。育て方がすごいですよね、うん、あとあのやっぱ宮崎駿さんって天才なので、はい、なんかその天才の方とどうやって接してるかとか、なんかどうやって作品作りを意欲的に持っていくかとかっていうのとかも書かれてるんですよね、うん、本に。なのでなんか自分自身をこう突き動かすときに使ったりだとかしてました。読みます。鈴木敏夫さん本当に面白いので、はい、あの作品が出来上がるまでとかも結構書いてあったりとかして、へすごくあの文才が素晴らしいです。作り上げてアウトプットする人ってそういう才能もあるんですね。そうなんですよね。書道とかもすごいたしなまれてて、あの生きろとかも、はいはい、鈴木敏夫さんが書かれてたりだとかするんですよね。そうだったんですね。なんかいろいろあるんですよ、あの鈴木敏夫さんが書かれてる文字とか結構使われてたりして、ジブリ作品とかにも。へですし、ご自身もなんかこうその書道の本っていうかそういうもの出されてたりもされますし、もうすごい多彩、本当に多彩な方なので、そのラジオとかもされてるんですけど、お話も本当に上手ですし、こうインプットしてアウトプットするのが本当にお上手な方なので、なんかこう自分自身もそういう風にするにはどういう考え方を持ってたらいいのかなとかっていうのはすごく学ばせていただいてます。天原さんもまあまあな推し活されてますね、今伺ってると。そうですね、まあ、でも自分の仕事につながることしかしてないかもしれないですね。ね、趣味とつながってるっていうふうにもおっしゃってましたもんね。そうですね、はい、あの自分の仕事として、まあ、やっぱり演者として生きていきたいっていうのが強いので、表現者としてこう自分の中でやっぱ引き出しが多い方がいいので、どういうものをインプットしたいかとか、どういうものをインプットすればいいかっていうことを多分無意識的に考えちゃってるんだと思います。これ使えるなっていつも思ってみちゃうので、うん、すごい、もうずっと そういう感じで、もう本当にありのままでこの世界に入り、ありのままで自分を磨いてっていう感じなんだろうなって。そう、自分の好きなことをずっとしてるって感覚なので、うん、仕事が好きなんだと思います。嫌になったりとかしませんでした？嫌になることもありますよ。でもそれもうちも好きっていうことだと思うんで。でも私バレエやってる時とかも本当に気が狂ってるんじゃないかってぐらいやってたので親に心配されるぐらい、はい、あの家帰ったら筋トレ筋トレ筋トレ、はい、はい、家帰ったらあのそうです、あの男性と組むのに必要な大事ですもんね、トレーニングを必ず、はい、してたりだとか、私学校でもずっと筋トレしてたので授業聞かずに大丈夫ですか大丈夫ですか、大丈夫です、あ、公認なんで先生ありがとう、自由にさせてくれてっていう感じですね本当あの大丈夫です、成績はしっかり取ってたのですごい、そこすごいですね、はい、あのちゃんとあの私学だったんですけど、奨学金をもらえるぐらいの上位にもいたので、すごい、なので先生も何も言わなかったんですけど、あの筋トレとあと日傘を必ずどこでも刺して、でずっと長袖で登校してたりだとかしてましたし、もう友達と遊ぶよりバレーするのが好きだったので、うん、本当に友達と遊んだ記憶がほぼほぼなくて、夏休みとかもバレーができるっていうので嬉しくって、もう朝から晩までずっとしてましたね、講習会行って、あの県外まで講習会行って、で私基本一人で受けに行くので誰か友達ととかじゃなくて、もう一人で行ってお教室のバレエも受けて帰ってくるみたいな感じの日々を続けていったので、だからちょっとなんかおかしいんですよおかしいとは言ってないです。おかしいんですけど、だからこう学生の時っていうか、もう本当幼少期からずっとそういう生活をしているので、はい、なんかその
え、プライベートなくてしんどくないのとか言われることがわからないんです。自分の好きなことしてるだけなのになっていう感覚なので、あんまりその苦しいとかしんどいとかっていうのも、うん、もうそれにはつきものだっていう考えでやってるので、あんまりないかもしれないですね。プロですね。いや、どうなんでしょう。まあ、でもそのプロっていう認識、うまく言えないんですけど、その意識をあえて持つとかっていうよりも、もう本当好きな延長線上でそれをこう極めるにはこうしていくんだっていうのがもうちゃんと自然にできてるような。だからあの自分の好きなことずっとやってるのに、うん、みんな好きって言ってくれてなんかすいませんって感じです。いや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 、逆に極めてる姿かっこいいって思うので。いやいやいや、でなんかそうだったんですね。そうですね、本当。あらまあ、あらまあ、本当あらまあ、ただ好きなことさせてもらってますって感じです。いやいやいや、それも趣味もその延長線上になるものをこう必然引き寄せて趣味になってっていう感じなんですね。みたいですね。ジブリパークとか行きましたか？行けてないんですよ。でももうちょっとで人が減ってから、私人多いのが苦手なので、なのでもうちょっと人減ってから減るのかな減らないのかな。今ね、新しいエリアがもののけとかね、はい、オープンしちゃったので、はい、行きたいんですけど、あのめっちゃいいですよ、取材に行かせていただきまして。あ、本当ですか？あのハウルの動く城とかがあって、うんうんうん、いいですね。ぜひとも行きたいんですよ。行きたいんですけどなんか人がね。そうですね、人多いのでね。人多いのが本当に苦手で、あの時期をずらしして、そうなんです。していただければ、はい、みんなが休みじゃない時に行きます。あ、そうですね、あの平日にそうです、ね、はい、していただければと思います、はい、あと推しの推しについて知りたいということですけれども、インスタでちょっと拝見したんですが、うん、あのジブリのこうなんか細々とテレビボードの上ですかね、ああいうものもこう集めたりするんですね。あ、します、します。あれは自分で買うんですか？もちろん。即答。もちろん与えてもらっちゃダメなんです、ああいうのは。自分で買わないと。すごい。そうです、基本私あのなんか欲しいものは自分で手に入れたいタイプ。なんか言い方がね良くないですねなんかあの自分でこう取れるようにならないとダメだと思う人間のタイプなので、はいはい、欲しいものは自分で買います。よくね、そのジブリ好きだからこういう便箋で書こうかなとか多分思ってらっしゃる方とかね、いると思うんですけど、これと か, なんか誕生日お近いのでね、そうって思ってる方とかいると思うんですけど、好きなものはご自身で揃えられるみたいですそうですね、好きなものはあの集めてるものは自分自身で、でももちろんいただいても嬉しいですよ。嬉しいですよ、はいはい、ありがとうございます被るかなとかね、ちょっといろいろ心配。確かにそうですね、そうですね、そう、確かに確かに。あ、でもあの持ってるものはあれがもういっぱいいっぱい全て、はい、なんですね。もう結構ね、精密にすごいんですよあれ、ね、走りますしね。すごい走るんですね。トミカなんで。売ってるんですね、知らなかったです。自分で調べたんですか？はい。あ、でもあのジブリ調べすぎて、あの Google 先生がおすすめしてくれるんですよ。サジェスト、はい、教えてくれます、グーグル先生が。いや、こんなものあるんだポチ、はい、ジブリと歌舞伎はグーグル先生がとても教えてくれるので、あの便利に。AI ってすごいなって思いながら、私の好きなことよく分かってるなって思いながら。もう土壌が整ってるってことなんですね。はい、整ってますすごい、はい、もうあのおすすめに歌舞伎かジブリかしか出てこないごめん、私化粧品とかなんかそういうものしか出てこないです。どうしよう、もう欲深い人間だ。 いいんですよ、私なんか化粧品とかはあんまりあの化粧品はいただき物できてるので、皆さんに教えていただいてありがとうございますってのでリピートすることが多いですねよかった、じゃあ そういう系統でプレゼントした方がいいかもしれないです、ね、すごい嬉しいです。あの全然わかんないんでコスメとか。よかった全然わかんないんですよじゃあ我らが推しにはそういう系統をちょっと、はい、そうなんです。私なんかハイブランドのものとかも何にも分かんないタイプなので本当に、あのダメなんです。いやいや全然です、ジブリか歌舞伎かということで、はい、ジブリか歌舞伎かで今できてます、はい、でも天原さんは、まあ、私の大好きな方も尊敬する推しであり、まあ、いろんな方の推しである存在でもあると思うんですけど、うん、宝塚時代いろんな、まあ、グッズが出てたじゃないですか、はい、うんうんうん、で今回のディナーショーでもグッズ出ると思うんですけど、はい、どういう気持ちなんですか、ご自身のこうグッズが出るって
って感じですだから本当に私あの言っちゃなんですけどあんまりトントタカラジェンヌらしくない人間なんですよなのでなんかもうあの持っていただいて すいませんって気持ちですね。いやいやね、写真デコレーションしたりとか、なんか ありがとうとか言えるといいんですけど、はい、なんかあすいませんっていう気持ちです。そうなんですね。今回もねいろいろアクスタ出たりとか、ね、はい、私もゲットする気ままでいますけど、ありがとうございます。今もあの机の上に飾ってます。けど なんか変な感じしませんか？その写真とかって自分で選ぶんですか？あ、もう私自分のことは分かんないので全部丸投げタイプなんですよ。はい、あの本当にスタッフさんからはありがたいって言われるんですけどあの悪く言ったらこだわりがないのか何なのかあれなんですけどあの自分自身がいいって思って見るものと他の人の目から見ていいって思うものって絶対違うので、はい、だからもうそこはもう全部委ねるようにしています。今後 その新しいファンクラブになること、うん、時とかも全部そうなんですけど、私はもうごめんなさい全然わかんないので、しかも自分の顔そんな別に好きとかじゃないかなって言って、本当申し訳ないですけれども、あのこれがいいなって思うやつを選んでくださいって言ってます。信頼できるスタッフに委ねてると、はい、どれも素敵でした。よかったです、めっちゃ言っときます。素敵ですって、はい、めっちゃ素敵ですマジで全部欲しい、全部買うって。素敵ですって、よかった、喜びます。もう宝塚ホテルのやつ通信販売してほしいですね。 あれね、そう、私行けないから。あ、そうか、そうですよね、行けないんですよ。そうなんですよね、そうだから、お仕事だから。そうなんです、ね、でもあれもなんかもうすごいまだまだショートの時に撮ってるやつなので、はい、なんかあの時の写真を見るとこういつもこうマネージャーさんとかスタッフさんとかと眼光鋭いよねっていう話になります。本当ですか？4ヶ月でこんなに変わるんだねっていうくらい、やっぱ撮影をいろんなものでしていくと全然やっぱあのキュッてなってたんだねっていう話してました。そうだったんですね。まあ、でも性別を変えるってなるとやっぱスイッチが入るんでしょうしねっていう感じ。自分では それが普通だったのであれなんですけど、いや、まあ、でも本来のって言ったらあれですけど、あ でもそうだと思います、うん、そう、自分の昔の自分に戻ってる感じがとってもあります。ご自身の中でもあります、あります、あります。まあね、その宝塚の世界をこう守らなきゃいけないっていう、確かにそうですね。だからわがままになったなとか思いますもん。今ですか？はい、え、思います思います。はい、全然そんな風に思い受けしない。あの家族とかにはそれ間やりたくないとかずっと言ってるのご家族に対してはね全然全然いいと思うんですけれども、仕事はそんなことしませんよ。仕事はちゃんとします、はい、そうだったんですね。じゃあそういったものもこう全部削ぎ落として、うん、今回のまあディナーショーだったり東京宝塚が新たな、はい、山花さんが見られるということで、え、マジで24でも東京は絶対行きます。ありがとうございます、はい、でそんなあのディナーショーに関しては次回の次の、はい、次の本数じゃない本編で、はい、お伺いしたいと思いますので、はい、2本目はちょっとまた再び締めていただきたいなと、はい、思っております。あの次回予告をですね、次回予告、はい、いただきたいなと、はい、わかりました、思います。はい、次回は私の今後についてお話しする予定でございます。皆様ぜひ見てください。